あ、もしもし。うん。あ、もしもし。誰だっけ。うん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 。何が？ああ、はいはいはい。あ、本当にありがとう。美味しい。はい。うん、ね。はい。ありがとうございます。もう肉が全部や煮えてるよ、全部肉が。うん、だけど食べてんじゃん。硬くなる糖度がどんどん。じゃ切ればいいんか。うん。先輩やった、いやリスナーだった。味ねえこれ。こなたのより味ないな。あ？この間のより味がないな。うん、肉がボロじゃない。この間のより。実は。なんか高級肉食いすぎて、うん、舌超えてんじゃねえよ、うん。今日のは輸入牛だ。輸入牛だよ。いやさ、高い肉なんか毎回買えるかよ。多分そうだろうな。一個ちょうだいね。まあ、これはね、うまいっすね。味がちょっとこれあの一昨日のより牛の味がするね。んじゃあ肉買ってきねえよ。だったらうまい肉無理だ。この人はアキラみたいにお金がない。いやクレジットでいけるじゃん。そんな文句言うなら肉でなんかいやこの肉はボロいわとか言うならクレジットなんか。でかおずとあんたが買ってきた肉はすごい美味しい肉だったなってつくづくもうこれで思ったわけよ。いやいやそれって言い方じゃない。だってそんなこの肉がうまくないみたいな言い方じゃん。それ要はいやこれも美味しいけどこの間の肉がもっと美味しかったなっていうことだ。いやそんな言い方じゃなかったぞ。だからこの肉はなんかどうのこうのって言って前回の方が明らかにあれがいい肉だった。なんか安い肉か輸入製の肉買ってきただろうとか言ってたじゃん。もしそう聞こえたらすみません。いやそう聞こえるよね普通にどう考えても。そうしか聞こえない。クープアフは。美味しいよこれ。うん、俺は美味しいでしょ。これも食ってもいいわ。何肉？ニホキューガーや。ニホキューガーお父さん。これ？え？ん？豚だ？ん？いや知らないよ。かぶりつきウインナーで。うん。おいしい。酒のつまみだこれ。うん。うん、酒と合うかな。ん？夜中出歩かんだったら、うん、食べてもいいんだよ。は？夜中出歩くんだったらダメだけど。何が？お酒。いや
クンオフ。あ、マスタードね。うん、マスタード。結構くるかすらがいいよこれ。味がね、全然味がね。あ、もういいよ。なんだよ。ちょっとこれちょっと生地をつけるとさすだけじゃダメだよ。うん。肉だらけだな、結果。めっちゃ肉かってきたな、すごい、うん、でもやばい。貧乏だから肉の日じゃないと牛肉買えないって。そうだな、それはそうだ。いや、それあんたが言う、そうだよな、じゃないよ。代弁してあげとくとか。あんた別にいつも肉食ってんじゃん。代弁してあげる。代弁、いや代弁できねえだろ、毎日肉食ってるやつが。あ、ま、いいよ。うん、え、あの肉を入れたってみる。いや、もう全然匂ってねえやん、赤木じゃんこれ。煮えたとこは食べんけんのある。わざわざ赤いとこを食べるけんの。言ってる意味がわからん。煮えたとこを食べたらダメなの。もう俺はいいわ。まあほとんど食ってねえがや。うん。肉しか食うとらんだろう。うん。肉以外何も食ってねえよ、はいはい、都合悪いとハイハイだから、ね、はいはい、よいしょ、よいしょ、はやはん、こんばんは。豆腐笑い、野菜を食えて。山本や、野菜食えよ。はいはい、ね、はいはいじゃなくて、食ってねえだろ。ここで青のにかけてくる、こんなふうになってきたのに、またかけにしたの、うん、あ、あれか、今度は辛いわ。入ってか分かんない。あれか、僕は、僕は、僕は。いや、あんたに分けるよって言うじゃん。はい、画面に映しただけです。うん、すいません。今日も変な、あの、間違いしまして。うん、もう、良くなったっていいんじゃない？決しても。うん。美味しかった。ごちそうさん。ありがとう。いつもいつもありがとう。そうな。だし500円。お母さんご飯って言ってあげて。もうこれ。俺は
俺はあんた、俺あんたの配信見てるんだったら来るんだな。見てねえだろ。それあんたな。あ、俺か。ごめんね。あんたな、それ俺の配信見てるのは。うん、ごめんね。ずっと監視してんのは。ごめんね。県外に行っても監視してんのは。ごめんね。なんなら言っとくわ。ごちそうさ、美味しかった。ありがとうね。うん、パンツ。いつも、いつもありがとうね。お母さん、食べたよ。え、食べたよじゃねえわよ。交代。また鍋笑った？いや、鍋じゃないよ。これすき焼きだよ、うん、すき焼き。これ次、次、次で卵さ、3つ目だで。やば。卵食いすぎだ、マジ。変髪がかわいい。何がかわいいよ。かわいい要素なくね。かわいいよ。うん、まあでもうちのリスナーさん大半かわいくねえって言ってるけど。だからあなたたちは多分あのガヤの外側だよね。ご安心。ガチヒレした平八も可愛い。全く可愛くねえよな。鍋じゃないって言いながらチョップ顔すなめ。あ、変えてなかっただけですね。これは。うん。うん。面白いね。うん。まあ、それは言ってもな、配信見てる方は面白いかもしれんけど、目の前にリアツ化したらムカつくでしかないからね。マジで。どこでスイッチ入ったこのおっさんでがね。いいな、これ。あっちの変なあっちやん。あっちやばいべ。パパは私たちのアイドル。いや、ちょっと考えた方がいいよ、マジで。うん、あれ可愛いっていうのは。キーホルダー欲しいもん。ねえよ、そんなキーホルダー。変革をもっと配信してくれたらいいのに。まあ、DM 送れば。まあ、離婚したらするんじゃない。うん、離婚したら。映画中に配信のやり方を教えてやれ。いや、やだ。なんで教えてやらないといけないの。俺でも出ていくのに。来月には出ていくのに。出てくの。出てくね。捨て戻せ。いや、知らん。も関係ない。
なぜ今月じゃないの？え、まだ金払えないから。今月で、今月はお金払えないから、頭金が払えないから。頭金払えるなら全然出るっすけどね。出してくれるんですか、逆に。旅に行けねえよな普通に。頭金どれぐらい？約10万、まあ10万かからんぐらいだね。節約生活、いやしないっすねしないっすね。来月の茶爆でその前入るって感じ。何にそんなお金使っちゃうの？僕っすか？僕配信にめっちゃ使ってます。最近なんて多分ほぼ配信使ってる。めちゃめちゃ配信にお金使ってですよ。そう、配信にめっちゃ使ってか、なんなら配信にしかほぼ使ってない、最近何もしてないよ配信以外。毎日鍋だしな。そう、プライベート、いやプライベート何もしてないじゃんこれ、寝てるだけですプライベート。茶爆はいくら入るの？何でお前に言わんといけんや。家具家電はあるの？いや家にあるやつ持っていくよね。配信しか使ってないね最近本当に。はい、目つけた、そんなことしたらまたイカルド発狂するぞ。え、でも別に配信に使ってるのは別によくね？全然よくね。全然いいと思うけど。パチンコもしてない。まあ、あと酒ぐらいかな。家で酒飲むぐらい。出たは？出た。何が？いや、何が出たの？いや、出現したと思って。夢の耳ビビタルも、待ってたとかキモ。あこいつ。やかましい声だけは出すなよ。いや確かに。静かにしてね。なんで？うるさいから。何も喋らないで、配信終わるまで。はい、どうぞ。うわ、煮詰まってるってか、くっさ、タバコ。もううるせえんだわもううるせえんだわ、タバコ。もううるせえんだわ。もう自分がなんかその黙ってっつって言ったのに、もう喋るの。もううるせえんだわ。もう自分が言ったことは守れないですか。うん、喋らないって言ったのに。卵が4個もなくなってる。まさかこれ何個入れた？たったこれほどの。いや、2個2個ですけど、もううるせえんだわ、マジで。おはよう。母じゃねえわ。こっちが母だわ。すき焼きは卵なくなるから普通に。なんでこんなとこに来た。もううるせえ。
もう俺が移動しよう。ここに寄っていいよ。これ移動するんで。これ持って上がって。いや、2個ですね。はあ、うるさかった、マジで。マジでうるさいやつ。マジでうるせえ。相変わらず。相変わらずすぎてやばいんだよ。普段あんたが喋ってやらんから話したくて仕方ない。にしても毎日過ぎない。マジで。にしても毎日過ぎないか。毎日もいいところで。仕事疲れて帰、仕事を疲れて、みたいな仕事して帰ってきてるのに、なんかストレス溜めるとか言うけど、いやいやいや、自分で自分の首絞めてるんだよね。結果論。自分で自分の首を絞めてるっていうね。やばいでしょマジで。部屋初めて。ああブルゲン入ってないですね。僕前ずっと最近酒雑しかしないですね。あの時間帯だけだから。あくまでメインは酒雑なんで。じゃあさよなら。